はい皆さんこんにちは楽天証券経済研究所の土下ですえ今回はですねま本動画セミナーをご視聴いただきましてありがとうございます中国株のま入門セミナーということでですね今から1時間ぐらいの時間ではあるんですがまこれから中国株を始めるにあたってま中国市場どう見たらいいのか あとはですね。どういったところにこう注目して注意すればいいのか、そういったことをですね。まあ銘柄の紹介をこう踏まえつつ資料を使ってですね。皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それでは早速資料を使って講演始めていきたいと思います。え、まずですね。 えっと最初ご覧いただいているまあチャートなんですけれども2020年以降の各国の株価指数ですねアメリカのナスダック、日経平均上海総合指数アメリカのニューヨークダウあと香港ハンセン指数ですね各国のこ,のこういった株価指数のパフォーマンス比較になっています2019年末を100としましてそれからですねこれらの指標がどう動いてきたかというのを表しているんですけれども まあご覧いただいてもお分かりの通おり、ナスダックの強さというのが非常に際立っているという状況です。じゃあ、今回のテーマである中国株市場、どうなんですかというところを見ていきますと、まず上海総合指数がほぼほぼ日経平均と同じぐらいのですね、まあ、パフォーマンスになっているのかなと、まあ、これ1月20日時点で占めてますので、実際この後株価上がってはいるんですけども、1月20日時点ではほぼほぼ日経平均と同じと。 でですね、もう一つ、中国株市場というと、香港ですね、ここの反戦指数、これを見ていくと、まあ、2019年末の100として、ようやくですね今年に入って、この100をまあ超えてきたという状況になっています。まあ、ただですね、まあ、この上海総合指数とまあ香港反戦指数、この2つの指数の動きがです、ね、中国株の実力をじゃあ示しているのかというとです、ね、実はそうではないというのをまあいくつかです、ね、紹介していければなと思います。 まず今後のです、ね、中国株の見通しなんですが結論を先に申し上げますと中長期的にほ、ね、他の市場と比べて安定的に上昇するのではないのかなというふうに見ています。でその1つの根拠としてはこの株高の歯車というところをです、ね、日本もそうですしアメリカもそうですしほ他の国もそうだったりするんですけども昨年からです、ね、株高基調というのが続いています。でその背景と言いますか 要因これを探っていきますと、1つはですね金融緩和、こちらの継続ですね、次に追加の経済政策ですね、ワクチンの効果期待、で買える銘柄の存在、で弱気はたたきの踏み上げですとか、強気のムードですね、これらがですね歯車としてがっちり噛み合う形で、株高の基調をたどっているという状況なのかなというところですね。 特にこの金融緩和と追加経済政策の財政出動と、あとワクチンの効果期待ですね、いわゆるこう経済の正常化していくんじゃないかという期待と、この財政出動のまあ金余りのですねいいとこ取りというのがありますので、まあ、あくまでもですねこの株高のまあ見通しというのは、まあ、コロナ禍の長期化で前提が崩れてしまうかもしれないという、まあ、リスクを払いつつ、まあ、株高が延期されているという状況になっています。どけれども まずですね、まあ、金融緩和ですね、こういったところでいくと、まあ、中国、政策的に余裕があります。まあ、例えば10年国債の利回り、こちらを見ていきますと、現在の中国のですね、えー、と10年差利回りというのは、3.2%ぐらいの利回りがあります。で、アメリカがですね1%ぐらい、で日本が0.03%から0.05%ぐらいですので、まあ、非常に今他の国と比べて、 ま、金利が高いというところあります。いざとなったらこう利下げする余地というのが非常に大きくっるというところですね。で、次に経済が安定重視を目指しているというところです。まあ,あのご存知の通り、まあ中国というのは、いわゆるこのコロナのまあ状況においてまあうまいことですね。コントロールしているというイメージを持たれている方多いと思います。で、実際その面強いと思うんです。けれども、まあだからといってですね。じゃ、今のこの中国経済をどんどん加速させていこうみたいなことをしてないんですね。余裕があるうちに。 何ができるかというところで、例えば債務問題というところで、例えばゾンビ企業のです、ねまあ、整理ですとか、あとは社会保障、こちらの充実を図っています。ですので、中国というのは、ちょっとです、ね、先を見て動いているというところですね、ちょっと政治的な話になるんですが、中国というのは共産党政権になりますので、この共産党政権をこう持続化させていくということを第一の目標にしているととなっていきますと、今後起こるであろう不安の目を早めに積んでおきたいと。 余裕があるうちにそれに対処しようというところありますので、む、まあ、無茶をしてあのエンジンを吹かさないというところですね。で続いてワクチン効果期待なんですけれども、こちらもですね、まあ、今のところ、抑え込みに成功している部類に位置してますので、まあ、ワクチンなどに一辺倒ではないというところと、ことばの表現、微妙ではあるんですけども、まあ、強権が発動しやすいというところでです,、ねまあ、すぐさまあの政権当局の意向というのが、まあ 行動につながっていきやすいというところがあります。あとは買える銘柄の存在ですね。まあ、日本とかアメリカというのは、まあコロナ禍がですね。 まあ落ち着けば、えー、と景気敏感株とか出遅れ株が買われて、でコロナの状況悪くなると、まあ、巣ごもりですとか、まあ、ハイテク IT、こういった関連株が上がっていくというところで、まあ、相場のどの局面においても買える銘柄が存在するというところが、まあ、株高を支えている一つの要因であるというところもあるんですが、もう一つ、中国というのは、例えば全人代ですとか、あと毎年12月ですね、中央経済工作会議と。 いうですね、今の中国の現状を照らし合わせて、今後どうやっていこうかという会議をです、ね、毎年行われるんですけども、こういった政治イベントが行われるたびに、ね、何らかのこう方向性ですとか、こう見てますよみたいなメッセージが発信されます。 となってくると、まあ、銘柄ですとか、セクターの動きにもですね影響を与えやすいというところありますので、まあ、こういうところも一つ、中国株の支えになるのかなと、であと一番最後ですね、すごい微妙な表現ではあるんですが、まあ、調子に乗ると当局から目をつけられるというところなんですけども、これ、何を意味しているかというと、あまりですねこう中国というのが、当局がですね、まあ、相場の例えば過熱ですとか、あとは、えっと、下げすぎ。まあ 大きな振れ幅というのを歓迎しない、まあ、どこの国もそうなんですけども特にこう中国というのはそこを重視する傾向がありますあのちょっと過去相場を過去に遡りますと2015年チャイナショックというのは夏場に起こったんですねでこの時中国の上海総合指数がこうガタガタガタってこう崩れていったんですが、まあ、その一つの材料となっていたのが当時こう株高で少し浮かれムードだったという反省点がありますで特にその個人投資家なんてのは、まあ、日本でも行われてます信用取引ですね で中国というのは、まあ、信用取引を行うのは非常にハードルが高いんですね、いわゆる制度信用みたいなこう制度を使う上ではですね。ただ、えっと、外部信用取引といって、要はか、まあ、簡単に言ってしまうと、地、ま、金、あ、からお金を借りて、その金で。 株を買うという、まあ、信用取引って、まあ、レバレッジも10倍ぐらい活かせている取引がちょっとこう流行ってまして、このチャイナショックの時きに大きくこう損失が出てしまったという経緯があるので、まあ、早めにこうバブルの芽を摘むというところがありますので、まあ、今後です、ね、この株高の歯車が崩れて、まあ、主要国の株式市場が荒、ね、れ模様になった時に、比較的中国というのが安定的にこう 動きやすいんじゃないかという考え方ができるというのが、一、まあ、つ、中国株をです、ねまあ、投資の選択肢の一つとしてもう挙げておく、一、まあ、つの理由になるのかなというふうに思います。でもう一つなんですけども、コロナ対応力というところで,です、ね、まあ、今後、まあ、国ですとか地域で格差が出てくるであろうということを踏まえると、まあ、その面でもです、ね、中国というのはまあ優位性を持っているのかなという話をしたいと思います。 いわゆるコロナ対応力というのは、まあ、大きく2つに分けられてまして、1つがコロナ政策ですね、もう1つが経済政策というところで、まあ、例えばコロナ政策であれば、まあ、ロックダウンですとか、まあ、何らかの経済活動を制限するというやつですねで、あとは医療体制の拡充ですとか、まあ、フォロー、充実ですね。 でワクチン治療薬の開発支援ですとか、じゃいざもうワクチン完成、いくつかのメーカーが完成させてますけども、その接種の手配ですね、まあ、オペレーションですとか、じゃワクチンの調達どうするのというところですね。で、もう一つの経済政策の方を見ていきますと、いわゆるこうコロナ禍による経済の悪影響を軽減するというところですね。 でまあ、それがコロナが収束した後にまに、あ、復興ですとか、まあ、再生長を促進するというふうに2段階で、まあ、経済政策が行われていくと思うんですけども、まあ、中国というのは、まあ、上の方のコロナ政策でいくと封じ込めというスタンスをとっていました、まあ、どちらかというと日本は、まあ、経済とのバランスをとっていくような方針をとっていましたで実際のところどうなっているかというとこう中国というのが、えっと まあ、コロナ禍の影響を軽減させるというのお金を使うよりも、むしろですね再生長の促進のにまに回す財力といいますか、余力が残されているというところですね。まあ、かたやこう日本はどうかというと、ですね例えば GoTo キャンペーンですね、本来であれば、まあ、コロナが収束したにまに復興、再生長を促進するための政策だったんですけれども、まあ、このコロナが収束する前のですね中途半端な時期に始めてしまったであるがゆえに、ですね例えばその ゴーゥーキャンペーンを一時停止するというきに、じゃあ、キャンセル料をどうするのといった話が出てきて、余計なコストがかかってしまったり、感染自体もうまく抑え込めなかったりというところがあるので、要は目的と、まあ、その運営ですね、まあえっと、オペレーション、こういったところで、ですね、まあ、今後、ワクチンの接種というの普及していくにつれて、いち早く立ち直るところと、ちょっと時間がかかるところと、ものすごく時間がかかるところ、こういったところで、まあ、差が出てくるだろうというふうに思います。 で何が言いたいかというと、経済がですねワクチンの効果が効いて、正常化に向かったときにです、ね、そのスピードと財政力に差が出てくるというところを見ると、その中国というのは、ほ他の国と比べてですねコロナ対応力で勝ち組の可能性があるというところで、選ばれやすいじゃないかなという見方ができます。 で続いてなんですけれども、もう一つ、中国株が注目される理由としては、まあ、投資先として、まあ、企業の稼ぐ力の効率性という面があります。ご覧いただいているのが、まあ、MSCI、えっと、モルガン・スタンレイ・キャピタル・インターナショナルとまあ指数を算出している会社。 ですね。この指数ベースでの予想 ROE の比較になっています。まあ、アメリカ、カナダ、中国、ドイツ、フランス、えっ、ー、とイギリス、日本というふうに並んでいます。まあ、ROE というのはまあ,あのご覧いただいている資料にもありますように、純利益割るま純資産、まあ、株主資本ですね。を割ったでまあける100をしてパーセント表示したものになっています。 いわゆるこう企業というのは、まあ、株主資本とまあ銀行からの借り入れ、まあ、これをこの資金でまビジネスを行って、まあ、いくら稼ぎましたという形で、純利益が出てくると、要はまあその中の株主総の純資産に比べて、ですね利益をどれだけ稼いでいるのかという効率性を見たものが r o e なんですが、まあ、アメリカがダントスで23.3%と高いんですが、中国もですね10%というところで、非常にまあ高水準を維持していると、日本が5.9%というところ。 ありますので、まあ、こういったあの企業のですね。稼ぐ力の効率性でもですね。ま、中国株をまあ注目したりまあ、選ばれる方というのがまあ増えてきているのかなというところだと思います。ですので、まあ政治問題です。とかまあ、外交面を含めてですね。ま、中国というこう国に対してまあいろんな感情があったり、思いあったりするかもしれないんですけれども。もまあ、グローバルの分散投資という観点からするとですね。どうしてもこの中国株市場というのは外さなくなってきてるのかなというふうに思います。 でちょっと話外れちゃうんですけども、まあ、こういった形で中国株のセミナーをやらさせていただくのが、実はものすごく私、久しぶりでして、えー、と以前、前の証券会社にいたときに、この中国株のセミナーってのをやったんですけども、当時は2000年代の前半でした。要は2008年のこう北京五輪ですとか、上海万博、まあ、こういったのを控えて、ですね、まあ、新興国の代表として、まああの 成長著しい中国株で大きく資産を増やしましょうみたいな発想だったんですけれども、今のこう中国株のとらわれ方というのは、ある意味、中国企業の実力ですとか、中国が置かれているこうコロナの対応力ですとか、そういった面でですね、まあ、リスク逃避まではいかないんですけれども、 こう分散投資する上で外せない存在になってきているというところで、まあ、当時と2000年代前半の投資と比べると、だいぶです、ね、この中国株投資というものに対するまあイメージといいますか、意義というのがまあ変わってきているのかなというふうに思います。でですね、まあ、ここからまあ具体的にじゃあ中国株の話、入ってくるんですけども、まあ、今回、初めての中国株セミナーというところでしたので。 じゃあ楽天証券内のお客様でですね中国株を、まあ、初めて取引しましたとこうい,わいわゆるこうデビュー株ランキングですね、2019年と2020年、こちらを出しています。まあ、上から見ていきますと、2019年ですね、1位が、まあ、携帯電話のシャオミでしたねで、アリババ、でトラッカーファンドオブ・香港、まあ、これ、ETF ですね、半戦指数に連動する ETF ですで。中国銀行、バンコオブ・チャイナですね。で次にの、まあ BSE Sensex i n インデックス ETF というところで、まあ、これ、直接中国関連銘柄ではないんですけれども、まあ、いわゆるインド株の ETF になっていきます。まあ、日本から直接インド株に投資 ETF で投資する銘柄がまあ国内の、えー、と東証、えー、に上場していませんので、まあ、香港市場を通じてインドの ETF を買っているというようなイメージですね。で次に、シノペック、中国石油加工、でテンセント、まあ、ご存知の方、多いと思います。 で8番目が中心国債ですね。これはの、半導体の受託生産の大手企業になります。で、最近、これ、ニュースになってきてるんですけども、いわゆるまあ半導体というところもありますので、アメリカの当局から目をつけられてて、いわゆるこう取引き、まあ、やめなさいよというエンティティリストに、まあ、最近名を連ねて、まあ、注目された銘柄だったりします。で、9番目が BYD ・電気自動車ですね。 で、最後10番目が、チャイナタワー、中国鉄塔というところで、あもうこの会社は携帯の基地局作っている会社です。まあ、ただ株価見ていくと下落傾向ですので、最近あまりこう人気がないメーカーだったりします。で、今度、まあ、昨年ですね、2020年見ていきますと、まあ、1位のトラッカーファンドブ・香港 ETF ですね。で、シャオミアリババ、で、MSCI、チャイナインデックスの ETF。これも中国の株価指数に連動する ETF です。で、テンセント。 で次また指数に連動,連動する ETF が来て、でまあ、先ほどのインドの ETF と、次にベトナムの ETF が来てで、次に自動車メーカーのジーリ・オートモビルと、あと、美談天ン,ンえっ、ー、とメイトアンというんですけども、いわゆるですねあのグルメサイトとクーポンサイトの評価サイトがこうくっついて、ですね、まあ、最近スーパーアプリ化して、まあえー、と注目されている企業が入ってきているという状況になっています。でまあ、お気づきかと思うんですが、 このランキング、特に2020年ですね、半分が ETF です。で、またです、ね、この2019年に、まあ、デビューした方の取引額と、2020年にデビューして取引した方の金額を投資金額を比べるとです、ね、3倍以上変わっているというところで、まあ、その投資金額の大きさから、増え方からしてもです、ね、この中国株に対する注目度というのは、まあ、あの高まってきているのではないのかなというふうに思います。 ちょっと今、質問が入ってますね。中国企業でアメリカにも上場しているものもありますが、最終的に日本円に戻す場合、昨今どこの市場で買うのが良いのか、メリット、デメリット、まあ、ご見解を教えていただけますでしょうかというところですね。これ、ETF にちょっとこれから注目して見ていこうと思うんですけども、実はその指数に連動する ETF っていうのが、まあ、日本、香港、あとアメリカとあるんですが。 まあ当然、日本円、香港ドル、アメリカドルですよね。で、その対象となっている指数、か、ま、ぶ、あ、ってたりするんですね。同じ半銭でも、まあ、日本、えっと、香港で取引できるものもあれば、アメリカで取引できる ETF もありますので、まあ、あの要は、その時の為替の状況を見て、ですね、まあ、市場を選べる銘柄があるというところを念頭において、ちょっと次からの、えっと、ところを見ていただきたいんですけれども、まずですね、日本国内の ETF から、 見ていきたいと思います。えっと日本株、日本国内のですね。まあ ETF なんですけれども、まあこのようにですね、7銘柄ほどあるんですが、対象となっているまあ株価指数というのはいくつかあります。まあシャン証50、あと CSI300、あとハンセン H 株指数、あと FTSE 中国 A50 でシャン証え180。 CSI500 というところで、実は一口に中国株のインデックスに投資するとっても、これだけいろんな指数があるというところですで。特に真ん中見ていただきたいんですけれども、銘柄コード1572の中国 H 株ベアと15、1572の,15の H 株ブルー2倍と、1573の H 株ベア、この2つですね、いわゆるこれ、ハンセン、まあ、中国株の H 株指数に連動するんですけれども、 なぜかこうベアと,あとレバレッジ型があるのに、ハンセン H 株指数そのものを連動する ETF がないんです、今。で実は、今までこうあったんですね、1548だったと思うんですけれども、上場インデックスファンド中国 H 株というのが、実はこの中にあったんですが、2018年の3月に上場廃止になってしまったので、今なぜか、えー、とレバレッジ型と,、えー、とベア型が残っているという状況になっています。でですね、次に香港、見ていきたいと思います。 香港もです、ね、あの株価指数を連動するものが中心になっているんですけれども、その中でもです、ねまあ、下から4番目のハンセン高配当利回り TF というところで、えっと、ハ,ンセンハンセン指数もです、ねまあ、高配当を出している企業の銘柄で構成された配当利回りインデックスがあるというところと、 えっと先ほどもです、ね、チャットを見ていると,、えっと、チャイナモバイルハイならで持つのはありでしょうかというご質問があったと思います。ま,あ、まさにこういったものがこう組み込まれたりするんですけども、あと2つですね、セクターのものもあります、えっと。チャイナバイオテック指数と、あとクラウドコンピューティング指数というところで、まあ、最近はです、ね、あの指数連動だけではなくて、まあ、こういったまあセクターごとのです、ね、中国株の ETF というのが出始めてきているという状況です。 で最後、アメリカ見ていきたいんですけども、アメリカもですね、まあ、基本的には指数連動だったりするんですが、えっと、特に真ん中あたりですね、CSI300 のまあブルベアであったり、FTSE の中国株のブルベア3倍だったり、まあ、レバレッジ型ですね、あとアメリカというのはやっぱり ETF 大国というだけありまして、ですね、まあ、いろんな指数があったりします。 まあえっと、例えば上から2番目の中国中小企業創業版100指数というところですね、この創業版というのは、えっと、この,後のあの講演でもご説明させていただけるかと思うんですが、新鮮市場に上場しているいわゆる新興企業向けの市場になっています、まあ、そこの注目企業のです、ね、100銘柄を厳選した ETF ですね。 で下から2番目のウィズダムツリー中国株ニューエコノミーファンドというところですね、ティッカーコード CXSE というものです。で、実は本日の,あの楽天証券経済研究所の香川がですね、レポートを出してまして、そこで紹介されている銘柄だったりします。これ何かと言いますと、主に中国の国有企業を除く、まあ、中国株企業の指数というところですね。 やはりあの中国企業のですね問題点としては、特に国営企業、国有企業のですね経営効率の悪さというのもやり玉に挙げられている部分がありますので、この指数というのは、いわゆるこう中国政府がですねあの20%以上保有している銘柄除外してますよというものをですね厳選してまあ組み込んでいるえと指数になっていきます。いろんんな指数紹介したんですけれどもじゃあ パフォーマンスどうなんですかというのをまとめたのがこちらですね。でまず基準となっているのがアメリカの S&P500 というところなんですけども、まあ、これも冒頭のチャートでお示ししたように、2019年末を100としてどうなったか、まあ、S&P500 は119となっているんですけどもで、こうやって出していくと、ですね、まあ、クラウドコンピューティング指数がまあ倍以上になってますよと、でチャイナバイオテックも倍以上になってますよと。 で先ほど紹介した国有企業を除く中国企業指数、これもまあまあいい成績を出していると。で先ほどの深ンセンの、まあ、いわゆる信号株市場の Chinext100 の、ね、176というところで非常にいいと。で、まあ、S&P500 を上回るパフォーマンスを示しているのが CSI300、MSCI China、ChinaIndex、FTSE、ChinaA50 という流れですね。 S&P500 を下回っているのが FTSE チャイナ50、ハンセン H 株、ハンセン指数、ハンセン後配等利回り指数というところで、ですね香港の,のですねセクター ITF、これが非常にパフォーマンス良かったというところありますし、ただ、セクターというのは、やっぱりやられてしまうと、ですねガタガタガタと崩れやすいですので、やっぱりこう分散投資という観点からするとですね、 まあ、あの国有企業を除く中国企業指数の ETF ですとか ChineX とあと CSI300、まあ、MSCI、こういったものが、まあ、ETF を選ぶ上ではですね注目しておいた方がいいのかなというふうに思います。でですね、まあ、FTSE ですとか MSCI とか参照50とかいろいろな指数、まあ、口でバーっと言ってしまったんですけれども、まあ パフォーマンスにも現れているように、当然ですね、その理由がありまして、実はそれぞれの指数がですね、カバーしている、まあ、範囲というのがありますので、こちらをまあちょっと整理していきたいと思います。まず、シャンショーなんちゃらというやつですね。これ、上海取引所の関連会社がまあ公表する指数です。まあ、上海市場だけのまあカバーしている指数ですね。で、次にハンセンって、ハンセンなんちゃらってついているものは、香港市場だけをカバーしている指数だったりします。 CSI300 というのは、まあ、上海とシンの両方の市場をカバーしているというところです。FTSE ですね。これ非常に紛らわしいんで注意したいんですけども、FTSE China A50 と FTSE China 50というところで、A がつくかつかないかで、実はカバーしている市場が全然違いますよというところになっています。 MSCI、MS ChinaIndex というのは、一応ですね、上海、深圳、香港、海外ですね、すべてを網羅して、銘柄をピックアップしているという状況です。で、最後の ChineX と100というのは、まあ、先ほどもご説明したように、深圳のいわゆる創業版ですね、ここのカバーしているというところです。でですね、ちょっと銘柄の紹介も、まあ、含めて、ですね、まあ、それぞれの構成銘柄の違いというのを見ていこうかなと思っています。 で、まずはこの上海絡みの山椒なんちゃらという、まあ、指数ですね。で、右が上、え、海、っと、180。で、え左が山椒50というところなんですけども、実はその構成比率見ていきますと、銘柄の並びは変わっていません。ただただ銘柄数が増えたので、ウェイト配分が違いますよっていうだけですね。トップ10の占める割合が。 まあ、紀州麻生大中ですとか、あと中国平安保険とか、まあ、こういったのが並んでるわけなんですけども、まあ、日本で馴染みがなく、まあ、パッと見で分からない銘柄としましては、そうですね、えっと、上から4番目の、えっと、ジャンス・ハン・ルイ・メディスンという、まあ、中国の医薬大手になります。 で6番目のあ内モンゴルイリ実業という銘柄ですね。これ、食品会社になります。私も以前、大学時代、中国に留学してたんですけども、まあ、このイリが作っているアイスというのをよく授業終わった後に食べたりしてました。で、次の8番目、7番目ですかね、隆、え、起、ー、緑濃技これ、ロンジグリーンエナジーっていうふうに言われてるんですけども、これはですね、太陽電池のシリコンウェアの製造している会社だったりします。ある意味こう まあクリーンエネルギーっていうのは、まあ、アメリカに限らず、中国も国策としているところありますので、まあ、国策会社に近い部分はあったりします。で、次にですね、ハンセン、見ていきたいんですけれども、実はですね、最近厄介なのがこのハンセンでして、この1年で一番指数の性格が変わったんじゃないのかなというのが、これになります。えっ、ー、とですね、まあ、例えば、ハンセン指数。 ですね、天ンと AIA グループ、HSBC、美談天苗、いろいろこう並んだりしていますで。右側のハンセン H 株、これ、H 株というのは香港、まあ、に上場する中国籍の企業だったりします。で最近はです、ね、この中国に籍を置く、まあ えと中国企業が、まあ、香港に上場するという例が相次いでいますので、昔はですね、こう反戦指数というのは、まあ、いわゆるこう香港企業がずらっと上から並んでたんですけども、最近はこの規模の大きい中国籍の企業が上場してきたことによってです、ね、反戦指数とこの H 株指数のです、ね、この、まあ、毛色といいますか、組入れ銘柄の顔というのが、だんだん差がなくなってきたりしています。 で特にこの1年で、ですね9月と12月に、まあ、この銘柄の入れ替え、行われたんですけども、9月でですねアリババが入ってきました、で、シャオミー、まあ、携帯会社ですね、であと薬明生物技術が入ってきましたというこです。で、えーと、2月7日にですね美談天病これ、後でも紹介します、あとはこの安藤体育用品と、あと,、えー、と、バドワイザーのですね、まあ、ブリュワリーの、まあ、中国でやってる会社が、まあ、採用されたというところです。 ですので、いわゆるこう中国で、中国関連というところで、いわゆるこう強いと言われているのがこう、テンセント、アリババ、シャオミ、こういったところが入ってきてるんで、まあ、指数の性格もですね、まあ、変わらなくなってきたのかなという状況です。で次に見ていくのが CS、CSI300 と MSCI、ChinaIndex になっていきます。でちなみにこの CSI というのは、中国証券インデックスという会社がありまして、まあ、そこが出している指数です。まあ 上海と深センの銘柄一覧がこ,こに出ているという状況ですね。で、MSCI チャレンジ X、まあ、これが一番幅広い市場をカバーしている指数なんですけれども、えっとまあ、例えばですね、上深セン、香港以外のアメリカにしか上場してないような、例えば、えっと、ピン等々というですね、えっと、上下から数えて1、2、3、4、5ですね。 が、まあ、ナスダックに上場してたりですとか、あとは、えっ、ー、と、ニーヨ、n i o と書いてる。これ、あの、EV、電気自動車作ってる会社なんですけども、これは、あの、ニューヨークの ADR で上場しています。あとは、バイドゥですね。これもナスダックに上場しています。で、JD.com。これは、まあ、香港と、えっ、ー、と、ナスダック両方上場してるんですけども、まあ、テンセントとウォルマートが株主で、えっ、ー、と、EC サイトですね。 まあ注目を集めてきようというところで、実はですね、こうバイドゥーですとか、ピントーとですとか、この NIO、ニオって言うんですけども、まあ、これらの銘柄というのは、まあ、非常にこう注目度を集めてるんですが、まあ、香港とかでは買えないというところですので、MSCI になってくると、こういったアメリカ市場ですね、上場している銘柄もカバーされますよという状況です。 で、えっと、FTSE の ChinaA50 と FTSEChina50 ですね。まあ、FTSEA50 は、まあ、上海と深圳セン。で、China50A がつかないパターンは香港だけというところで、まあ、ご覧のような、まあ、ランキングになっているというところですね。まあ、この中でですね、まあ、最近注目を集めているといいますか、まあ、取り引されている銘柄が多いものとしては、えっと、下から FTSE。えっと 右側のチャイナ50のですね、えっと、下から1、2、3、4、5番目ですね、ネットイース、まあ、これ、中国のオンラインゲーム大手だったりしますけれども、まあ、ここが出しこの銘柄なんかも注目されたりしています。でですね、この FT、SE、なんなんですかって質問、をたまにこう受けることあるんですけれども、このフィナンシャル・タイムズの FT と、あとロンドン証券取引所グループの SE ですね、まあ、ここが組み合わさって、まあ、合弁会社がまあ算出している指数になっていきます。 で最後、チャイネクスと100を見ていきます。これも新鮮限定です。まあ、先ほどもですねコメントで新鮮株買えるようになりませんかというご質問あったんですが、まだ、ね、新鮮株対応してないので、まあ、この新鮮株に上場している注文企業ですね、まあ、BYD なんかもそうだったりするんですけども、まあ、このチャイネ,ャイネクスと100に組み込まれてますので、現時点ではこの ETF をまあ取引するしかないという状況になっています。でですね ちょっとこう指数の説明と組みれ目柄だけだったので、なんかこう、単調なご説明になってしまったんですが、ここからですね、中国株の視点、こちらについて見ていきたいと思います。でご覧いただいているのが、これ、実はあの昨年の11月からですね、加藤義和さんっていう中国の専門家の方がです、ね、経済研究所に入られてまして、レポートを随時出しています。 まあぶっちゃけて言いますと、中国に実情するにはまあ専門家が書いているレポートですので、これをお読みくださいというところではあるんですが、加藤さんがですね12月24日に出した、要はこう経済中央経済工作会議という、毎年12月に開かれている。 まあその会議のですね踏まえて書いたレポート、ここでですね8つのポイントを挙げていますというところです。細かいところはレポートを直接お読みいただければと思うんですけれども、まず1つ、まあ、景気にしたブラズ力は小さいですよですとか、あとは金融緩和、財政刺激の手は安易に緩めませんよですとか、あとは国家戦略、内需拡大のための供給側の構造改革と需要側の管理というところで、やっぱりですねこの中央経済交際会議を踏まえて、ですね政治当局からのメッセージが出てきたと。 新型巨国一致体制で科学技術の自力再生に邁進しますよ。あと、アリババ・テンセントですねあの、これも後ほど紹介するんですけども、独禁法違反での締め付けは序章に過ぎませんよとか、まあ、こういった形でですね、まあ、非常にこう政治的な要素でですね中国株というのが注目されやすいというのが、まあ、いわゆるカントリーリスクではないんですけども、そういう特性を持ってます。でこれ、中国ウォッチャーから見た視点なんですけども、もう一つですね。 昨年の年末に個人投資家の吉蔵さんという方が、まあ、来年の中国株どうなるんですかというのをです、ね、重0予測出してます。そこの項目だけ、こちらもですね、まあ、あの詳しい項目については、レポートを読みいただければと思うんですけども、こちらもですね、まあ、随時上から見ていきますと、やっぱりこう政治的なものが多いんですね。一番最初が中国共産党、実は今年100周年だったりします。 で、えー、と厳密に言いますと、えー、1921年の7月23日に決闘してまして、じゃあ、この7月23日、今年のですね7月23日に100周年を盛大に祝うイベントが行われるであろうっていう感じではあるんですが、実はこの7月23日というのは、東京オリンピック、このまま順調に開催されるんであれば、開幕式の日なんですね。ですんで、この日程ずらすんじゃないかと言われたりしています。で、ここでも出てきましたね、4番目。 アアントグループ上場再開によるアリババの信用回復とというところですこのアントグループというのが、アリババのですね参加企業でして、いわゆるこう金融部門を担ってた会社なんですけれども、これ、後ほど詳しく見ていくんですが、まあ、上場する予定でした。これが昨年11月に延期になっちゃって、じゃあ、再び上場することはあるのかどうかというところですね。あとは米中デカップリングによる一時的な下落、あと米中貿易摩擦の軽減による経済効果アップと。 要は、今後見ていく上でです、ね、この中のアントグループの上場再開、もしくは米中の,この政治的な関係ですね、この2つについてです、ね、もうちょっと踏み込んで見ていこうかなというふうに思っています。まずです、ね、米中関係なんですけれども、まあ、昨年のです、ね、1月に、えー、と第一段階の合意というのが行われました。 でですね、まあ、これまでの米中摩擦におけるこれまでの論点というのを見ていきます大体この8項目に分かれるかと思います。まあ、そもそもですね、まあ、トランプ政権というのが誕生しまして、まあ、貿易赤字というのをこうやり玉に上げて、ですね、まあ、中国の対中貿易赤字をなんとかしなさいよですとか、あとは人民ギアスを誘導しているのはよくけしからん。 あとは中国国内はですね、ビジネスですとか金融環境を整備しなさいよといったところからですね、だん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 エスカレートしていって、最後の8番目ですね、人権、イデオロギー、安全保障の認識と。ここですね、要は人権問題とか民主主義、こういったもののイデオロギー対立の様相もだんだん帯びてきたというところです。 で中国の国有企業支援ですね、中国2025という,こう中長期的な計画というのを中国は立てているんですけども、まあ、それにマットをかけるような形で、まあ、アメリカ側から中国側にこう投げかける形で、まあ、米中関係が進展してたという状況です。で、じゃあ実際にこれが今どうなってるかなんですけども、2020年の1月にですね、まあ、第1段階の合意というのがありまして、対、ま、中、あ、赤字削減するために、アメリカから農作物とかいろんなものを買いますよと。 まあ2年間でですね、まあ、倍近くこう購入量を増やしますみたいな話ですとか、あとは人民元安の誘導をやめますよですとか、気をつけますですね。あとは5番目の中国による技術移転の強要抑制ですね。こちらもちやるとは言ってるんですけども、うん、まあやれなかった時きの、まあ、ペナルティですとか、いつまでやるのかというと具体的なミスし出てませんので、まあ、そういったところではですね、だん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 やっぱり合意しにくいものに従って罰が増えていくという状況になっています。でまあの バイデン政権が誕生しましたので、これが今後どうなっていくかなんですけれども、これ結論から申し上げていきますと、上のですね丸と三角がついている部分というのは、多分何らかの進展は出てくるだろうと思います。ただ、下の3つ、ですねこの×がついているところに関して言えば、多分現状と変わらないか悪化してしまう可能性があります。で例えば、どういったことかというとですね。 アメリカの大統領選挙後にアメリカの議会でまあ可決成立した対中関連法案ののがあります、まあ、あの大統領のスタンスは別としまして、これアメリカの議会というのは、結構中国に対して強硬姿勢を示してますので、その議会でまあ可決されたものに関しては、さすがこのバイデン政権もそう簡単には覆せないでしょうというところですね。で、まあ、上から順番に見ていきますと、まずです、ね、外国企業説明責任法というのがあります。 これ何かというと、上場外国企業に対して情報公開を義務付けというのをしています。要は今、あの先ほども、まあ、MSCI の、まあ、中国指数で,です、ね、ナスダックですとかニューヨークの、まあ、ADR で上場している中国企業、いくつか存在しているんですけども、そういった企業に対してです、ね、情報公開しなさいよという、まあ、内容なんですけども、本来、まあ、中国企業というのは、監査資料とかそういった重要な情報というのを海外に開示してはいけないというルールがあるんですね。 じゃあなんで上場してるのって話なんですけども、今アメリカとかに上場している。まあ中国株です。とか adr というのはまあ、オバマ政権時のまあ特例だったりしますので、まあ、これがですね。まあ、今後変わってくるかもしれないというところです。まあ、最初このニュース見た時びっくりしたんですけれども、これについては時間的な猶予があります。これが次の項目なんですけども、そのアメリカ当局の監査に応じない外国企業の証券取引を禁止。もしくは上場発信します。よとあるんですけども、条件についてまして。 この米印のところですね、検査を3年連続で拒否した場合というところあります。ですので、まあ、3年連続拒否となってくると、まだまだ時間的なですね、まあ、猶予が残されているのかなと、要はこの3年の間に何らだかこの分野でですね中国企業の情報開示、こちらの改革をしてくださいよってアプローチをアメリカは今後もかけ続けるというところです。だだからただ、まああの この流れで,ですね、どん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 アメリカに上場している中国企業がですね、上場をなっていくということはまあ考えにくいのかなというに行くことができるかと思います。で、次ですね、チベット人権法。これも昨年の12月に成立しています。まあ、19年11月には香港で、えーと、去年の6月にウイグル人権法に続くような形ですね、まあ、人権侵害に関わった人物に対してまあ制裁をしますよと、まあ、ビザの発給を停止したり、あとは資産を投棄したりですね、まあ、これはまあ大きな動きはないと思います。まあ対象の範囲が まあえー、と香港、ウイグル、えーと、そしてチベットに広がってたというだけですね。で、続いて台湾保証法というのも、えー、と出てきました、成立しました。ちょっとこれは注意必要かなと思うんですけども、いわゆるこう台湾をですね、まあ、どちらかというと優遇ではないんですけども、ちょっと意識して我々行動しますよということが盛り込まれているものになっていきます。まあ、台湾もですねコロナ禍 のですね、対応をうまくいった国の一つだったりしますけれども、か、ま、た、あ、やです、ね、台湾の総統とは民主選挙で選ばれていますので、いわゆるこう民主主義のイデオロギーを持った国なんですね、まあ、国という方がちょっと正しいかどうかは別としまして。で そういった民主主義的なプロセスを経て運営されている国をですねやっぱこう西側諸国としては潰せないといったところがありますので、ちょっと台湾が1、ね、つ、今後の米中関係の鍵を握っていく可能性があるというところですね。ですので、バイデン政権で一番注目すべきなところというのは、この台湾をどう扱うのかというところだと思います。で、ですねちょっと正家な話してばっかだったので、今度はもう少し具体的な銘柄とかにも踏み込んでみようかなといううに思います。 まあ、あのこれから中国株をまあ取引されようという方は、ですねどうしても外せないのは、いわゆる中国株の三強と言われている、BAT、まあ、と言われているんですけども、この BAT、Baidu、まあ、ですね、あとアリババの A、でテンセントの t の T、まあ、この頭文字を取って BAT というんですけども、この状況をですねちょっとその違った観点といいますか、えっと、アプリ、それぞれのまあ企業グループが持っているアプリでですね整理してみようかなというふうに思っています。ご覧いただいているのが、 えっと、2020年7月の月間利用者数の上位アプリの分布状況というところですね、まあ、どういったアプリが使われているんですかと、利用者数が大いじに並べています、まあ、12番目ぐらいだと思うんですけれども、えっとですね。 例えば、例えば、バイドゥは検索サイトから出発していますでアリバが。アリババが EC サイトから出発している企業です。で、テンセントが SNS から出発している企業になっています。まあ、日本でいうとですね、まあ、バイドゥが Yahoo みたいなもんですね。で、アリババが、えー、と EC サイトですね。まあ、楽天。で、テンセントは SNS から出ているというところで、まあ、例えば LINE とかそういったところになってくるのかなというイメージになるかと思うんですけども、そのビジネスの出発点ですね。例えば、一番下のテンセント。 SNS アプリのところを見ていただきたいんですけども、まあ、WeChat と QQ というところですね、これ利用者数が1、2でワン、ツー、独占です。まあ、本業の SNS ですので、まあ、上位を占めていると。で、EC サイトのアリババもですね、えー、とこの資料の右側見ていただきたいんですけども、EC アプリと消すアプリ、まあ、いわゆるアリペイですね、日本でも使えるお店あるんですけども、アリペイですとか、あと EC アプリですね、ダオパオのスマホ版のアプリですね。 じゃあ、バイドゥは検索サイトで上イに来てる方は来てませんというところで、ちょっとバイドゥがですね勢いを落としていってるためがあるかと思います。で、次に動画共有アプリですね。会書、会書、会書っていうんですけども、でアリババが TikTok を持ってます。で、快、え、書、ー、っていうのが、まあ、バイドゥとテンセントがそれぞれ出資してるところで、まあ、上下2つ並んでるという状況です。で、もう1つですね、決算アプリについてなんですけども、まあ、テンセント、 WeChat Pay というのがありまして、実はアリペイと勢力を争っているんですけども、実はこの WeChat Pay というのは、WeChat トについている機能なので、まあ、ここのランキングでは出なかったというところですね。あとは EC アプリですね、ピ、まあ、ン等々という、まあ、これも先ほど紹介したんですけども、あの最近、えっと、利用者数を増やしている企業です。でもどういったことをやっているかというと、行動購入。 共共同購入です、ね、共同購購入入でですすねしているサイトです例えばあの、まとめがすると、まあ、安くなるという、まあ、商売上の、まあ、ルールありますよね、まあ、それを利用して、まあ、この商品、何人以上手を挙げてくれれば、これだけ安くなりますみたいな形で、まあ、一緒に買ってくれる参加者を募るといった形が受けて、ですね、えーとまあ、利用者数を増やしていくといった会社になっていきます。 まあ要はですね、まあ、本業を中心にいろいろなまあ事業の広がりというのを見せているんですけれども、ちょっとですね、バイドゥが動画アプリのこう5番目の IGE というですね、まあ、ところ以外はちょっと押され気味なのかなという状況になっています。まあ、ただ、だからでバイドゥがダメというわけではなくて、ですね例えばバイドゥというのは、えー、と自動運転、まあ、アポロ計画というのが中国で進んでいるんですけども、そこのまあ、 主導権を握っているといいますか、まあ、中心的な役割を示したりしてますので、まだまだ巻き返しのチャンスはあるという状況です。でですね、この三強のまあバットを追うで第2のです、ね、出世頭といいますか、で注目されているのが TMD というものですで。トーティアオ、メイトワン、ピーティというです、ね、この3つのメ柄ラですね。このトーティアオというのが、えー、とトーティアオというのが、えー、とニュース配信ですね。AI を駆使して、えーと 例えばニュースを選別したり、編集、配信をしているというです、ねまあえー、とアプリ、ニュース配信アプリになっていきます。で、このトーティアなんですけども、TikTok を運営している、まあ、世界最大規模のユニコーンのバイトダンスの傘下ですね。まあ、バイトダンスの下に TikTok とこのトーティアがあるというところです。で、感染指数にも組み込まれてきた2番目のメイト案ですね、美談点表ですね。フードデリバリーの美談、まあ、と口コミサイトの大衆点表が統合してますよと。 O2O モデルですね、まあ、オンラインとオフィスですね、要は、えー、と現場とオンラインを結びつけるような、例えばオンライン上でクーポンをですね配って、まあ、実際の店舗に来てもらうみたいな、その逆もそうですね、とスーパーアプリカで急成長してきましたと、実はこの美談天舗なんですけども、筆頭株主はテンセントですと。で、まあ、この中で上場しているのはメイトの香港だけで、まあ、トーティアと TT はまは未上場という状況ですね。まあ、TT はあの 日本でもニュースになったりしてるんですけども、えー、とタクシーのですね配車アプリから、まあ、ライシェア都市交通、あとは自動運転なども手掛けてますので、マウス銘柄の側面もあります。で、こ、まあ、今年香港に上場するんじゃないのかなという,うに言われてますので、ちょっとここら辺のですの、ね、ニュースが今後出てくるかもしれません。でですね。 まあ以上、ざっくりとしたですね注目銘柄といいますか、いわゆるこう大きい銘柄を見ていったんですけども、テンセントの中身をですねちょっと、テンセントを中心に見ていくと、中国株、捉えやすい部分ありますので、探っていきたいと思います。まずはですね、テンセントの概要ですね、まあ、香港と、あと、ニューヨークの ADR でも上場してるんですけども、1998年にまあポニー回しが創業していって、SNS とゲームを中心に急成長してきた企業です。 SNS でいきますと、QQ、まあ、というのが、まあ、1999年にサービスを開始しました。で、WeChat が2011年からというところですね。いまあ、だに両社とも存在しているんですけども、まあ、厳密に言うと違うかもしれないんですけども、QQ がまあ PC 向け。で、WeChat が、えっと、スマホ向けになっています。あと、ゲームですね。まあ、世界のゲームのワン、ツーを独占しています。 1>, で1位がこの PUPG、プレイヤー・アンノンズ・バトル・グラウンズ・モバイルというのと、あとはオーナ・オブ・キングス王者・栄養という、この2つのゲームタイトルですね。まあ、ゲームというと、うちの,あの今中が詳しいんですけども、まあ、最近あの女優の夏菜さんが結婚したんですが、その夏菜さんのお相手と仲良くなったのが、この1位の PUBG モバイルだっていうふうに、最近ニュースで出てきました。 でですね今の時価総額なんですけども、まあ、アメリカの IT 大手の GAFA に匹敵する規模ですというところで、まあ、売り上げもです、ね、ゲーム事業、フィンテック、えー、と広告、SNS というところで、まあ、バランスも取れてきているのかなという状況です。で、テンセントがですねここまで大きくなってきたという、まあ、背景というか、強みなんですけれども、非常に多くの人が、やはり SNS というのは日常から使えますので、多くの人が利用しているというところと、あとはですねゲーム事業から幅広いエンターテイメント、まあ 手掛けているというところです。まあ、かっ時間、消費型コンテンツ注力となっています。まあ、ゲームです。とかまあ、音楽映像というのはまあ、当然ですね。まあ、滞在時間が長いというところがありますので、広告価値が上昇していきます。なので、まあ、例えばもう米印にもあるんですけども、ネットの送料時間に占める滞在時間というのがまあ、テンセント関連で40%超あるんですけども、もまあ、アリババ関連まあ、ec サイトを中心ですので、まあ、10%と埋まっているというところを見るとまあ、広告価値としてもですね。存在意義があるというところです。 あとは法人向けビジネスですね、クラウドサービスも手掛けてますし、あともう一つ、投資会社としての顔も持っています。j d c o m ですとか、先ほどですねあの紹介した美談天苗なんかも、テンセントが出資しています。で、ビントと、あとニーヨーなど、あの注目企業に投資しています。で、えっと、投資先、今700社以上あるんじゃないかと言われてまして、そのうち70社がまあ上場しています。 で150以上のユニコーンを抱えているんじゃないかというふうに見られていますので、投資事業会社の顔も持っているというところで、ソフトバンクに近いようなイメージも持たれたりしています。でですね、2004年に上場したこのテンセントなんですけれども、現在、1月20日時点で679本コントロールまで上がってますので、700倍近くまで上がっているというところあります。 まあ急成長してますしま事、あ、業もえっと幅広くやってますのでまあ今後も成長性期待できるんですけども当然課題があります一つが中国当局との距離感で世界戦略と政治リスクというところですじゃあこの中国当局との距離感なんですけれどもどこに注意したらいいのかというのがまあ、事例としてですねアントグループの上場延期についてこちらを見ていくとちょっと見えてくるものがあるんじゃないかなというところで紹介したいと思います このアントグループなんですけども、この括弧で漢字書いてるんですけども、実はこれ、わざと間違えて書いてます。えっと、アリババ傘下の金融会社なんですけども、漢字のとこを見ていただくと、まありたて金融含む集団ってあると思うんですけども、実はもともとアントフィナンシャルっていう会社名だったんですね。なので、この漢字の通りだったんですけども、実はアントグループに社名を変更して、この金融含むという漢字を削除しています、社名変更ともなってですね。 でなんでそんなことをおっしゃったのかというのは、後ほど説明するとして、でまず、まあ、このアントグループ、何してるのかというと、まあ、いわゆるアリペイやってますよとで、ユーザー数ですね、まあ、12億人ぐらい使ってますよと、であとはあのセサミクレジットという、まあ、消費者金融みたいなものなんですけれども、まあ、アリババグループの利用状況とか支払い状況とかを見て、ですね、まあ、信用スコアを割り振ったりですとか、まあ、その他ネット銀行みたいなことをやったり、まあ、保険の販売でしたり、あと運用商品の販売ですね、をやったりしています。 でまあ、この上場延期についての経緯を見ていきたいんですけれども、もともと2020年の11月5日に上場予定でした、香港と上海の仮想版で、ですね、えっと、世界最大の IPO と言われる形で非常に大きな注目を集めていました。これがですね直前の12月11月3日ですね、本当に上場予定の2日前に延期が発表されます。でですね まあいろんな憶測を呼んだんですけれども、その後、まあネット企業による独占を禁じる方針というのを、中央掲載工作会議終了後に出していきます。やっぱりこういったですね、まあ、会議ですとか、イベント後に何らかのメッセージが出てくるということで、まあ、今回もご多分に漏れなかったというところですね。で、正式には今年3月の全人代で、独占禁止法を改正する予定なんじゃないかと言われています。 でこのあとですね、このアントグループ、スマホ経営の銀行預金サービス、は金融サービスの一部やめちゃったんですね。で、まあ、これで許してっていうまあアピールだったかもしれないんですけども、まあ、中国の規制当局が独占的行為の疑いでアリババグループの調査を開始しましたというところです。で、先ほどですね、 このアントフィナンシャルからアントグループに名前を変えた。要は、うちは金融会社じゃないですよ。技術集団ですよっていうことをアピールするために社名を変えたり、一部のですね、金融サービスを停止したりとかやってるんですけども、当局はどうも目をつけてるのはこの金融部門だろうというふうに言われています。でですね。 このじゃあアントグループがこの後上場するかどうかよりも、ですね今回の一連の動きというのが、まあ、意味するものの方が重要なんじゃないかというところで見ていきたいんですけれども、これ、中国のセクターごとに並んでいます、まあ、エネルギー資源、運輸、インフラ、電気、あとは金融、不動産、製造業、入っていくネットとあるんですけども、まあ、上に行くほどですね、まあ、国営企業が多くて、まあ、当局の管理も強いと、で下に行くほどですね、まあ、民営企業が多くて、自由な環境だったりします。 で、まあ、先ほども取り上げた中国のバットという三強の銘柄だったりですとか、まあ、あの美談天平ですとか、ピントウ等ですとか、ニー,ーですとか、そういった銘柄というのは、こういった自由な環境の中で、まあ、急成長してきましたし、多くのイノベーションも生み出しています。まあ、アメリカですとか、日本にもないようなビジネスモデルを生み出したりしています。でですね 要はこの自由な環境下で急成長していったんですね。ただ、これが大きな力を持って、各方面に影響力を持っていきます。要はネット企業が急成長してです、ね、金融ですとか、要は国がですね管理をしっかりしていきたい分野に進出してきたと。で、まあ、アリババのジャック・マーシュがアントフィナンシャルですね、これが成長していって、でですねまあ、大きな顔をし始めたんで、当局が彼に必要性が出てきたんじゃないかと。 いう状況になってきているというのが、た、まあ、多分今回の問題の本質なんだろうというところですねで。何が言いたいかと言いますと、いわゆるこの急成長してきた企業というのは、この企業自ら成長していったわけですね。でそれ以外の、例えばエネルギー、運輸、インフラ、電気通信、製造業。 特に製造業、ハイテクなんかはそうなんですけれども、例えば外国企業を呼び込んで技術移転を強要したりですとか、まあ、知的財産権保護のです、ね、未整備だったりですとか、まあ、要は独自でどん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 技術力を高めていったっていうよりも、まあ、あの最初の部分というのは、まあ、海外からです、ね、取り入れた部分も非常に大きいと。なので、あの何が言いたいかというと、いわゆる自由な形でまあ成長してきた。 このセクターにですね。当局の管理の手が及び始めてきてるんじゃないかという点は注目してこう必要があるというところです。なので将来ですね。まあ、こういった企業まあ、イノベーションも生み出しづらくなっちゃうんじゃないかです。とか、あとは成長の阻害ですね。で、また対外的な成績摩擦生じやすくなってくると思います。まあ、こういったネットの企業が。 中国の企業がアメリカとか海外に進出したときに、どうしても背後に中国当局の影を感じてしまうことになりませんので、中長期的に悪影響を出してくるかと思いますので、まあ、中国当局、多分おそらくアントグループ再上場すると思うあ、再上場,じゃないです、ね、上場すると思うんですけれども、どこでですね当局が、えー、と許,し許すかといいますか、妥協するか、ここが多分最大のポイントなのかなというふうに思います。でですね 自動車業界についてもちょっと見ていこうかなと思っています。で自動車業界で最近注目されているのが3、サンタス、サンタス、サンタスさん理論というのがありまして、これもあの美談天の、ね・テンビオの創業者の大越が言っている理論なんですけども、要は何が言いたいかというと、自動車業界で生き残れるのは、それぞれのグループ上位3位までというところです。 中央国営企業系、地方国営企業系、民間企業先行組と民間企業振興組、まあ、電気自動車が多いんですけれども、まあ、こういった形で、ですねそれぞれこの4つのグループで上位3位までが生き残っていけるんだろうというところなので、一応、銘柄も載せましたので、後で細かく見ていければと思います。で、新興自動車系なんですけれども、まあ、いわゆる電気自動車ですね。 で中国政府の方針が出ていまして、2035年をめどに新車販売のすべてを環境対応車にしていきますよとで、内訳が電気自動車が50%、でハイブリッド、もしくは燃料電池車が50%ですね。 していくという中長期的な目標がある中で、2025年、中期的な目標として、新車販売の20% EV にする、電気自動車にする目標と、現状10%いってませんので、まだまだ EV 売れる余地があるというところですね。あと、それに伴って、ローンですとか、充電ステーション、補助金出しますよと。ただですね、アップルなんかも電気自動車に参入すると言ってますし、海外企業との競争、あと企業の淘汰なんかもあったりします。 でですねちょっと注目銘柄2つ挙げています。1つがですね、上海ウェイライ記者、ニーまあ先ほども何度か口では言ってた銘柄だったりします。ニューヨーク証券取引所の ADR で上場していまして、中国版テスラと言われています。で、テンセントが出資している企業というところです。実はここののの上海のこの えと漢字ですねウェイライっていうんですけども、このブルースカイカミングというところで、青空を取り戻そうみたいなあの意味をまあ込めてつけられた企業名ですので、やっぱ EV で環境を意識してやっていきますよとで、なんでこれが注目されてるかなんですけれども、独自のサービスで差別化を図っているというところですね、例えばその EV のバッテリーですね、これをこう車の本体と分けて、ですねサブスクのシステム。 を作ったりですとか、あとはこのニーの自動車のですねオーナー同士でコミュニティを形成したりですとか、あとこのニーのショップですね、要はシェアオフィスでも使えるような店舗作りをしたりですとか、そのこの差別化を進めているまあ企業でして、非常に注目度が高いと、で、高級なまあ電気自動車、EV を作っているまあ企業の中では唯一、当、ま、局、あ、からのまあ補助金がですね延長された会社だったりします。ですので、今後もですね注目される可能性が高いというところです。 で次の、ね、BYD、こちらのおなじみだったりするんですけども、まあ、バヘット氏が出資したことで脚光を浴びた銘柄ですね、もともと車載用の電池を作った後に、まあ、えー、とに、自動車そのものに進出してきたというところがありますので、車載用電池のです、ねまあ、製造能力、供給能力、あとこのコストというところで優位性を持っています。あとはこのコロナのです、ね、状況で、実はこの BYD、マスク作ったりしてます。 なので、あの業態変化のですね、柔軟性も持ち合わせているんじゃないかというところと、あとは電気自動車の老舗というところで、政府の支援も受けやすいという状況になっています。でですね、ちょっと以上、あの駆け足といいますか、本当はもっともっといろんな銘柄、ご紹介したかったりするんですけれども、ちょっとお時間の方もほうも限りがありますので。まあ 次ですね、まあ、こういう機会があればもっと深くですね、まあ、より多くの銘柄をご紹介できればなというふうに思っております。えっと、ご質問の方なんですけれども、えっと、例えば外国企業説明責任法について監査資料は中国なニュースでできるのであれば 実質の中の形で海外のアクセスも可資料はなんとかなるとは思うんですけども、検査に応じるかどうかというところで多分、えっ、ー、と壁と言いますか、米中で歩み寄れない部分があるのかなというところありますので、要はその書面で発表しても、その書かれている書面の内容が正しいかどうかというところにまあ疑問を持っているので、こういった法律が生まれてきたというところを踏まえていただければなというふうに思います。 それではですね、お時間となりました。ちょっと最後の方ですね、思いつくままといいますか、ちょっとバラバラに話がまとまってない部分あったかと思うんですけども、ぜひともですね、なんとなく中国株のイメージ、形作っていただいてですね、取引を始めていただければというふうに思っております。私からは以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。